皆さんこんにちは、チェです。今日はこちら先日メイベリンさんから新しい商品をねドドーンと送っていただいたので、この商品たちを作ってこのナチュラルなルックを作ってみました。それでは私のレビューが気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。Living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. はい、じゃあ早速始めていきます。で、いただいた中には今回ねファンデーションとかはなかったので、今回発売されるものにはないので、私が気に入ってるこの BB をつけていきます。こちらメイベリンニューヨークスーパー BB モイストマット SPF24 の PA2+。 私の色は、あ、そうだ、これ暗いんだ、02番のミディアムオークルです。これね、夏かな、今年の夏に買って、そこからねすごく気に入ってたんですよ。だけどちょっとね、私今肌が白くなってきたので濃いかも。でもとりあえずこれでつけていきます。なんか夏に使ってたファンデーションとかって今見るとさ、こんな黒かったんだなって思うよね。でもいける、いけるね。これね、なんかつけ心地も軽いし、あの毎日使いには全然ちょうどいいカバー力だし、あのね崩れづらいし、私はこの下にね下地をつけるっていうよりはこれ1個で使う方がなんか好きで使ってました。本当にね、綺麗にナチュラルにフィルターがちょっとかかったような感じにしてくれるのでおすすめです。ドライにならないし、なんか塗ってるねっていう感じにもならないし、いいよ、いいよ。そしたらコンシーラーもね、あの今回発売されるの中にはないんだけど、私がいつも好きで使ってるこのインスタントエイジリワインドコンシーラー、ちょっと今日はフェアを使おうかなと思いますね。これ今ネットでも発売しなくなっちゃったんだよね、メイベリンね。この間ね、またアマゾンで見たら売ってたから、やっぱり今欲しいなって思う人はアマゾンとか、そういうヤフーとかそういうところの販売店さんが持ってる在庫、または並行輸入してるものを購入するといいかも。私ね、通常ライトを使ってるんだけど、このフェアの方は、まあ、ちょっと白くなるっていうのもあるんだけどね、ちょっとねピーチのトーンが上がるんだよね、ピンクっぽい感じになるので、なんか目の下のクマとかが気になるなとかいう人はこっちのフェアの方がいいかも。そうするとね、かなり目の下をブライトアップしてくれるので、起きたねみたいなって感じになる。で、余った分でこう鼻の筋をとおでこのこの真ん中をやってきます。そしたらパウダーもね最初の方は、あの今回いただいたものに何もないんだけど、パウダーは引き続きもうねなくなりそうなんだけど、これ使ってます。ピュアグローミネラルヘルシーシアベールっていうパウダーなんだけど、この01番、これも確かねなんかなくなるっていう噂を聞いたんだよね。これすごく粒子が細かくて、ドラッグストアの中では本当に好きなパウダー、めっちゃ綺麗にしてくれるんだよね、肌の質感を。そう、毛穴もなくなるし、本当優秀なパウダーだと思う。メイベリンってさ、コンシーラーとパウダー、あと、うん、ファンデーションもそうだけど、にかけてはすごいいいよね。なんかカラーメイクよりはそのベースメイクがすごい強いっていうのが私のイメージです。今回いただいたものは全部カラーメイクなんですが私の気に入ってね使ってるものは、今のところ今その初めに紹介したものがすごい好きで使ってる。あ、でささっとブロンジングしていこうと思うんだけども、ブロンザーもね、これもあの既存の商品、これは去年発売されたんだったかな、うん、これもね送っていただいた商品なんだけども、ドラッグストアのそのコントアリングとかブロンザー部門では1、2を争ってこれが好き。ただ1番はドラッグストアだとキャンメイクのあのパウダーかな。でもねこっちの方がね、なんだろう、ちょっとねパウダーファンデーションの濃いやつみたいな質感なんだよね。なので色が本当に
色とパウダーが、滑らかなパウダーが乗るって感じ。伝わりづらいね。でもそうなんですよ、いいんですよ。ほらナチュラルでしょ。で私の肌のトーンだとすごくオレンジにもならずグレーすぎず、すごくね綺麗なんですよ。うん、はい。そしたら次眉毛に行こうと思うんだけど、ね、眉毛がやっと今回いただいたものの中から使っていこうと思うんです。で何色にしようかな。まずこちらです。はい、これすごい面白いよね。これ既存だよね。ファッションブローってあったよね前からね。でもこの涙柄だったかな、この三角カットのシーンだったかな、ちょっとあの曖昧なんだけれども、でもこのファッションブローっていうのは前からあった気がします。でもそのカラフルなものが出たんだね。4色あります。オレンジブラウンとカーキブラウンとピンクとパープルです。このパープルとかすごい面白いよね。でもね、多分私の顔だとちょっとグレーっぽくなっちゃうと思うから、今日は今日いただいたアイシャドウの中にちょっとねブロンズっぽいカラーがあるので、ちょっとこのオレンジ秋っぽいし使ってみようかなと思います。いきます。柔らかい。すごい描きやすい。おお、なんか乗せてみるとなんかそこまでオレンジじゃないね。ワックスが多い感じっていうのかな、なんかこうここにさ、こここの成分でこうペタってなっちゃってる感じがするじゃない。もしかしたら毛が多い人はそれがあるかもね。私こう眉毛が結構多い方なので、なんつうんだろうな、なんかちょっとなんかワックスっぽい眉毛の商品を使うとこうね毛がくちゃみたいな感じになっちゃうんだよね。でもまあまあそこまで気にならないぐらいかな。どう？なんか私の髪色に今の髪色に合ってるよね。なんだろう、全然思ったよりオレンジじゃなくて、なんかこの蓋を見てたからすごいオレンジなのかなと思ったら、なんか本当にライトブラウンぐらい。まあでもちょっとペタッと感あるな。でなんかこの芯も、硬いってこう何回もガーってやらなきゃいけない感じはないし、まあオレンジじゃなかったっていう若干のがっかり感はあるんだけど、でもねいいよ。ここにねあれがついてたらよかったよね、スクリューブラシ。ちょっと尻尾の方をこのカーキブラウンにしてみようかな。おお、なんかすごいワックス感がある。ワックス感ってわかるかな？わかる？この今地肌にさ毛がベタッとついてる感じ。多分ね毛が長い人だったらね共感してもらえると思うんだけど、これがなるパターンとならないパターンのものがあるんだよね。結構ねこのカーキブラウンはなんかそれがオレンジより強い気がするな。まあそういうのが気にならない方はいいんじゃないかな。なんかね本当にスウォッチした感じだとナチュラルに馴染む感じだから、このオレンジに関してもだからね、うわこれはハロウィン用だねみたいな感じではない。本当にねエブリデイメイクにも使えるし、本当にニュアンスを変える、ビセとかいろんなところからちょっとオリーブっぽいのとかピンクっぽいの出てるじゃない、なんかああいう感じのイメージだと思います。このパープルとか色白さんでブルートーンの人とかすごく似合いそうでね、今回いただいた中にこのブローインクジェルティント、眉ティントだよねのミディアムブラウンっていうのが入ってたんだけど、私眉ティントやったことないんだけどちょっと今度やってみようかな。なんかね20分から2時間ぐらい置くんだって。なのでちょっと
今日はあれなんだけど、本当にね眉毛が、私は結構毛がある方なんだけど、本当に眉毛がなくて眉毛作るのに毎朝すごい時間かかるんですっていう人はこれいいよね、いいらしいよね。今回コンシーラー入ってた、新しいコンシーラーだねこれ、マスターカモフラージュデュオグリーンライトベージュコンシーラーと、もう一つはオレンジライトベージュコンシーラー。だからこのオレンジでこの目の下のねクマとかをカラーコレクティングするコンシーラーと、こっちはグリーンが入ってるからこう赤みっていうね、こうニキビとか鼻の周りとかをコンシーリングできるコンシーラーが入ってました。どうしようかな、ちょっとパウダー塗っちゃったんだけど、私は赤みがないので、ちょっとこのオレンジのコンシーラーをパウダーし終わって、今もうなんか結構馴染んできてるので大丈夫だと思うので、本当はパウダーした後じゃない方がいいんだけどね、結構今馴染んできてるのでちょっとそこにのせてみます。おお、ピーチだね。おお、すごくクリーミー。うー、本当のねカラーコレクティングの仕方と一緒で、こうまずこのピーチの色で色補正をしたら、こっち側のコンシーラーの色だよね、でこれをカバーする感じ。このままだとさ、ただのオレンジだからなじませていきます。なんか今手でつけたんだけど、手でも結構綺麗になじむし、おお、いいね。ブラシでもすごい綺麗になじむ。おー、あ、綺麗綺麗、すごいブライトアップしてない？いいね。なんか私このスティックタイプのコンシーラーってあまり使わなくて、あーって思ってたけど、そしたらね、同じようにさっきと同じようにパウダーでセットします。コンシーラーは必ずファンデーションもかな、なんか本当にマットとかパウダリーに仕上がるファンデーションだったらいいかもしれないけど、私は必ずセットします。そうするとね本当に動かなくて一日中ステイしてくれる可能性が高いです。綺麗。お、めっちゃいい。次はですね、アイシャドウでございます。アイシャドウは、これね、面白い。こちら。トーンオントーンシャドウ、スパークリングゴールド、ココアブラウン、シルバーグラス、ロゼシャンパンでございます。いただいたのは4色なんだけど、なんだろう。なんかコントアスティックかと思った、最初。結構ね、触るとクリーミーなんだけど、どうなんだろうな。ブレンドしやすいのかな。ちょっとじゃあ、私はこのゴールドっぽいやつを今日つけてみようかな。こういう感じにすると自然なグラデーションができるって感じですかね。ああ、はい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 、うん、悪くない、悪くない。もう思ったより悪くないです。なんか揃わないけど、ちょっとシャンパン、ロゼシャンパンもちょっと使ってみようかな。これみんなが好きな色じゃないかな。もしかしたらなんかこんな感じで指につけて、こうした方がいいのかな。なんかこっちのねゴールドの方はすごくね発色が綺麗で、そのままでもなんか本当に目元が仕上がる感じなんだけど、ロゼシャンパンの方は結構ね薄めのピンクなんだよね。だからどうだろうな、ちょっとゴールドを重ねます。私はゴールドの方が好きかな。でもね、私はこれちょっとやりづらいな。
これを手に取ってみたいな感じになると、まあそれも手が汚れちゃうし、ちょっとわかんないな。これだけだとなんか目元が仕上がってない感じがする。ペタペタしてるし、アイシャドウベースにいいのかも。この上に粉のパウダーのねアイシャドウをのせたりしたらステイする感じなのかな。このままだと本当に本当にナチュラルな感じです。私これなんかで見てすっごい気になってたんだよね。これどうなるの？ハイパーライトライナーのブラックです。アイライナーなのね。ハイパータイトライナー、あ、こっちじゃないんだ。こっちは何でもなくて、すごい先っぽが小さい。お、なんかねフェルトタイプなんだけど結構ね描きやすい。描きやすいし綺麗なんだけど、ちょっとこのハイパーシャープライナーよりはなんだろうな、水性に近い感じって言ったらわかる？もうちょっと水っぽいじゃないんだけど、ちょっとシースルー感があるので、下に置いたねゴールドのシャドウの上に重ねるとちょっとね緑感が出ちゃうんだよね。その点このハイパーシャープライナーの漆黒ブラックだと本当に真っ黒に発色してくれるので、その点で私はやっぱりハイパーシャープライナーの方が好きかな。多分こっちは本当にナチュラルメイクするとき、この先っぽも本当に小さく作られているので、ここまでドラマチックじゃなくてシュッみたいな感じのねラインを引くときとかに向いてるのかもしれないね。マスカラはちょっと前にこれもうメメリンさんからいただいたマグナムビッグショットボリュームエクスプレスのマスカラ、この黄色いやつね、これをつけていこうと思います。でもこれだけだとね、私ねまつげが落ちてくるんだよね。なので最近本当に好きで使ってるのがこの気に入りで紹介したよね、キャンメイクのクイックラッシュカーラー、これをつけると今まで嫌いだったマスカラ、嫌いというか良くないなと思ってたマスカラが全部良くなる。これをつけると本当まつげを上げてくれるので、なんか本当に マスカラをつける準備ができたっていう感じになるんだよね。そっからつけると、あ、このまつげはこういうのを意図して作られたのねっていうのがすごく意味わかる。今までは本当にまつげがすぐに落ちちゃうから、こういうために作られたんだっていうのがもう分かる前にわかんないみたいな。これはかなりねボリューム感を出してくれるので、ただ結構これを使うとスパイダーラッシュみたいな、ちょっとジジジじゃないけどひじきまでいかないけど、そういう感じになりうるので、本当に繊細なヒューみたいなねまつげを目指してる人はこの組み合わせじゃないのかなと思ってる。私は結構そのひじきまでいかないけど結構ねスパイダーラッシュって好きなので、このキャンメイクのクイックラッシュカーラーは絶対あれに入る、今年のベスコスに入る。出会いをありがとう。マスターフラッシュスティックのチェリーグレープとピーチメロンです。ちょっとオレンジ味が入ってるものと、本当にチェリーだよね、バーガンディ寄りというのかな、ちょっと深みのあるカラーです。でね、ここに面白いこれスポンジついてるの、私はちょっとこっちのピーチをつけてみようかな。もしかしたらねこれもねパウダーする前につけた方がいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ大丈夫かな、怖い。おっ、蓋開いてなかったちょっとこのさっきファンデーションつけたブラシに取って、綺麗、いい感じ。なんかそこまでなんかツヤ感とかじゃない、マットセミマットな感じに仕上がるのかな。綺麗だね。このスポンジでなじませるのは結構難しかったんだけど、
ビューティーブレンダー、ビューティースポンジ、またはこういうかぶきブラシとかでちょっとずつのせていくといいかもね。あ、すごく綺麗。ちょっとツヤ感が出るかな。いいね。実はですね、チークがまだもう一種類あるんですよ。そうこちらマスターフラッシュクリエイターブラッシュのネクストゥーヌードとキスバイトっていうピーチ、こちらもピーチっぽいやつと、こっちはレッドっぽい、レッドピンクっぽい感じのものです。なんかちょっとまあバランス取るためにこうピーチっぽいのをこっちにつけておこうかなと思います。これはなんかいい予感、好きな予感。なんかちょっとねグラデーションになってて、混ぜて、おお、これは発色がすごいやつじゃない？ちょっとずつつけようかな。お、綺麗。久しぶりにドラッグストアのチークでここまでテンションが上がっております。そしてこっちにも重ねてみるね。やばい、かわいい。多分これ今ねこう目の前であったらすっごい濃いと思う綺麗だね。ちょっとのりすぎ、ちょっとパウダーで。今回いただいた中にはリップも入ってなかったんだけど、リップはね最近気に入って使ってるのがこれ、カラーセンセーショナルリップスティックの BE639 番。このベージュなんだけどヌード、ちょっとピンク、みたいな感じのこのカラーをのせていきます。このカラーセンセーショナルシリーズのフォーミュラがすごく良くて、てかメイベリンリップもいいよね。そう、カラー部門ではリップがすごく強いなと思います、メイベリンさん。はい、そしたらファイナルルックはこんな感じです。はい、ファイナルルックはこんな感じになりましたが、いかがだったでしょうか。今日ね送られてきたものを使うとこんな感じのナチュラルルックなんだけれども、ちょっともう一回ザザッとレビューするね。今日もらったものじゃないんだけど、私のそのメイベリンで何がいいですかっていうとしたら、この BB クリームとこの V コントワーだっけ、 V フェイスデュオパウダー、これもすごくブロンザーとしていいし、このパウダーまだね売ってると思うんだよね、とあとエイジリワインド、ここら辺はもしかしたらもうディスコンティニューになるのでアマゾンとかでしか買えないかな、と思うんだけど、これはねすごくおすすめですあ、であと最後に使ったリップもね、これもねカラーセンセーショナルシリーズはすごい綺麗、本当にハイエンドのリップと変わらないんじゃないかなっていうぐらい綺麗です。眉毛ね、かも不可もなくっていう感じだったな。そのカラー、ニュアンスカラーで遊べるっていうのはいいなと思うんだけども、ちょっとね私の多めの毛量の眉だとこのワックス感ベタってしてしまうのが私は気になるので、ちょっとそれがあって思ったけど、まあ、このオレンジも私の本当に髪色と今合ってる感じだから使いやすいからだし、芯もね柔らかい方で描きやすいしいいなと思いました。アイライナーね、この形もね多分ね好きな人はいると思うんだけど、私はねハイパーシャープライナーが好きです。ちょっとねいい意味でびっくりしたのがこのマスターカモフラージュデュオ、これこのコンシーラーのフォーミュラすごく好きでした。今日はピーチを使ったんだけれどもすごくいい、フォーミュラがすごくねブレンドしやすいし綺麗にステイしてくれるし、私はここにつけたコンシーラーがこうよれるとかっていう問題は結構少ない人なんだけれども、少ないからなんだろう、これでオイリーになって崩れてくるっていうところまでは分かんないんだけども、私がね今つけた感じはねすごく良くていいです。アイシャドウ、もうちょっとテクスチャーがね柔らかかったら良かったのかな。なんかこれをこうやってして
塗ったりとか、まあ、こう手に取ったりとか、まあ、ブラシに取ってみたりとかいろいろやり方はあるんだろうけど、これをね毎日のメイクをするときにこれに手が伸びるかっていうとね、私は伸びないかな、うん、って思いました。でね、ちょっと今よれ始めてきていて、これはセットしないとダメかも、うん、だからアイシャドウベースとしてだったらいいのかもね。ちょっとよれてます、うん、それが残念かな。マスターフラッシュスティック、これね結構いいです。私クリームチークとかあんま好きじゃない人なんですよ。パウダーがすごく好きだから。でも意外とねこうブレンドしやすかったし、これからのシーズンにすごくぴったりだと思う。それより私がやっぱり好きだったのはこちらパウダーのチークです。これネクストゥーヌード、私めっちゃ好きです。なんか久しぶりにあのドラッグストアのチークでこんなに燃えためちゃくちゃ綺麗、発色もいいし、あの、ね、使う人によってはこれ発色良すぎてこううわーってなっちゃう人もいるかも。ビルドアップするのが好きな人はちょっとあれかもしれないんだけど、めっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗。これ2色だけなのかな、いただいたのは2色だけなんだけど、もしかしたら出るのかな。いっぱいカラー出てほしいな。はい、以上です。ざざっと振り返ってレビューしていきましたが、いかがだったでしょうか。メイベリンはそのドラッグストアの中でも私が好きな商品が多いブランドなんだけど、なんかその自分が好きな商品がどんどんねなくなっていくっていう、エイジリワイドコンシーラーをはじめそのパウダーとか、なんかそれがねすごい寂しいなと思ってます。なんでなくなるのなんで、多分エイジリワイドのコンシーラーとかね、あの店頭にまたっていうか店頭にあったことはないのかな。私もオンライン、メイベリンのオンラインでしか買ったことないんだけど、店頭にあったらね結構みんな買うと思うんだけどな。そう、結構エイジリワインド好きでそうやって言ってる視聴者の皆さんがいるので、この動画を見てメイベリンさんが気持ちを変えてくれたらいいなと願っておりますはい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。